ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた。次の罠にかかると岩を落として道を塞ぐんだ。
ケリをつけてやる。知ったような総振りじゃねえか。スモーか、ゾッドの牛バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。よし取りかかるぞ。
まだついてくるのか。よし、火で奴らを焼き払ってしまえ。ここは一丁、オイラが燃え
と別の。さて、追っ始めるか。本当にこの方角で間違いねえのか。トロールどもの残留思念をたどっているのです。間違いありません。にしてもさっきからだんだんと薄気味悪い景色になってきてねえか。なんだか魔女の館にたどり着いた時と真逆って感じだぜ。やはり恐れていたことが。ここは隔離用です。それも少々厄介な隔離用の闇の領域、クリフォトです。クリフォト。隔離用はその深みの中に独自の雰囲気を持ついくつもの領域をはらんでいるのです。幽体とは己のオドと同質の者同士が寄り集まる傾向があるのです。温かなオドをまとう者は温かな者同士で、ここは逆。暗く淀んだ心の群れ集う闇、クリフォトです。これは通常ありえないことです。隔離用と打つ用がこんなにはっきりと重なることなど、トロールやオーグル、妖精や地味猛霊、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように人々に認識される。彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や
空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タロ、どうなるってんだ。わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。この奥がトロールどもの巣です。急いでお二人を助けましょう。止まってください。あそこにいるトロールのオドをそらします。相手をしている暇はありません。見つからないよう慎重に進みましょう。どうなってんの。オドを操ることも魔術の一部。魔術師ならば誰にもできることです。なんだ？行き止まりちゃうか？魔術で道を開きます。少しの間敵を引きつけてください。分かった、敵は任せておけ。
にもトロールのオドを感じます。見つからないように注意して進みましょう。Thank you.
要はねえよ。あんたを連れて帰ると約束した。倒し終わりましたね。すぐにここを脱出します。また出てきやがったぞ。随分と救われてる。感謝してる。いえ、そんな。一度だ。お前がしんがりだ。女たちを守れ。けどよ、俺。武器を持ちゃ戦場じゃガキだろうが立派な戦力だ。任せられるから任せた。やり遂げてみせろ。わかったよ。やってやら。クールに完璧に。このクソ音だ。さて、追っ始めるか。そろそろ相手来やがる。久しぶりに100万、いや100匹エイトシャルゴムか。腹減ってんだろ。型を成し遂げればトロールどもの腹渡るなんて最低の体だわ。
私はいつもあなたを感じていたの。洞窟で、トンで、数えきれない夜の中であなたの洞窟を感じていた。そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。さあ、もっと感じさせて。あなたの怒り、苦痛、すべて解き放って。あなたの魂は、このクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖。男と女の秘め事に水を差すものではなくて、それともあなたもご一緒する？王様、腹はだの正気、召喚されしは貴様のみか。召喚ですって？私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。殿方はせっかちなのだから。でも少々焦らすのも大谷にしよう。ここは私の体内の動物園。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。
する命か。またわけのわからねえこと。森がグリフォドが閉じた。どうして。けれどこれでもう。ファルネーゼ様、よくぞご無事で。もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。レイド、仲間か。もう二度と。そう思っていたんだかな。キャスカのお守りを頼むぜ。はい、私に任せてください。キャスカさん、あなたには随分とむごいことをしましたね。謝罪します。さて、追っ始めるか。はあ、これでよし。終わったわ。最後に大きな仕事になったわね。懐かしいのではなくて。まさかこれを持ち出すことになるとはね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。ずっと見守ってきたのですもの。でもなればこそ、これからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう。因果なことだ。いいえ、私はそうは思いません。人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど、因果は決して円環ではない、螺旋なのです。あの子たちがあなたや私と同じ道を選ぶとは限らない。確かに。来たわね。
も随分と弱まってしまったのね。こうもあっさり結界を破られるなんて。戦ってくださるの？でもどの道私は。なればこそ安らかにある。ありがとう。あなたの真心忘れないわ、古き友よ。魔女っ子シール家の鬼退治、ここいらの新しい伝説になるわね、きっと。そんなことない。私にできたのは些細なことだけ。クリフォトが閉じたのは何か別の力、私の術ではない。ガッツさん、どうしたんだ？傷は塞がったんじゃねえのかよ。いいえ、これはかなりの深手です。肉体の傷は確かに塞がっていますけれど、幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです。大したことはねえよ、ちょいとした立ちくらみみてえなもんだ。肩ぐらい貸しますよ、不本意ながら。いいって。ガッツさん、私たちが脱出した後一体あそこで何があったのですか？ぶん殴ってやったのさ、こいつで一発だ。天使気取りの化け物を。そんなことが。人間にそんな上位の霊体と戦える手段など。あの剣、隔離用のものを切り続けることでその力に特化したあの剣なら、もしかしたら。何この音の流れは。森の奥、館の方角。ファルネーゼとキャスがここで待ってろ。館にヤバいのがいる。トロールなんて名じゃねえ奴らだ。
消えている。お師匠様が危ない。
士徳勢に名乗る名は持たぬ。五人の見つかりにあだなす者とだけ言っておこう。かたじけない、このグルンベルド。
他の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんで鷹の団だと。参る。どの口で宝石やがる。どの口で鷹の団だと。Shoot it!